こんにちは、川根義彦です。今回は弓道について話していきたいと思います。僕は2018年の、5月ですね、5月から弓道を始めました。社会人から始める教室があって、その弓道教室に通うことにしました。僕は剣道とか居合道には精通していたんですけれども、弓道は全くの素人で、けれども、弓道をやってみたいと思っていたんですね。というのも、剣道は至近距離ですけれども、弓道ってこう弓で遠距離なんですよね。で、遠距離の武道っていうのは、ほとんどなくて、で、その剣道の至近距離と弓道の遠距離っていうものを、2つ、その道を進んでいけば、すごい人生に対しても、応用できるかなと思って始めました。で、今日実はその弓道の昇段審査っていうものがありまして、で、それで初段に合格しました。ありがとうございます。で、正直言うと、僕はその弓道を始めてまだ 5ヶ月ぐらいなんですけども、こうして弓道の初段に受かったのも先生方のおかげだと思っています。今後も稽古を続けて、次は2段ですね、2段に合格したいと思います。ちょっと余談なんですけども、弓道は実はその孔子、有名な孔子も実はやっていたっていうことで、教本に、弓道の教本にも書いてあるんですね。孔子が実はその弓道の社法派説っていうものを丁寧に、そして分かりやすくも体系化していたんですね。そういったもう弓道の歴史はかなり古くからあって、で、実はその弓道の社法派説、そういったその作法があるんですけれども、その動作の一連で実はその道になっていて、その道から人生に応用していくっていう、そういったその心善美が整っている武道なんですね。剣道と違って、その相手がいるわけではないんですけれども、その分その自分との勝負というか、自分の心の向き合い方、それでいて、約30メートル先の小さな的に自分の弓で矢を引いて、で、当てるという、で、そういった武道なんですけれども、昇段審査は5人編成でやります。で、1人目から5人目まで1人ずつこう打っていく、弓を引いていくんですけれども、いや、その一人一人その弓を引き終わった時に違う動作をして、で、またその人が立ち上がって、で、また引いてっていう感じに全体的な流れになるんですけども、その審査員が5人ぐらいいるんですけども、その審査員たちが弓道初段と1級の審査をします。一番僕がその弓道で難しいなと思ったのは、やっぱりその社法派説と言われるものですよね。こういった弓道の教本があるんですけれども、そうですね、やはりその社法派説ですね、やっぱりその 1足踏み、2胴作り、3湯構え、4打ち起こし、5引き分け、6回、7離れ、8斬新ってなるんですけども、この 8個の動作を礼節を持って、そして心善美を整えて、宇宙とつながると、最終的には武道、この弓道を通してその宇宙と一体化するっていうことを最終目標としてるんですね。で、その宇宙とかいうとなんかスピリチュアル的な話になりますけども、結局武道っていうものは自分との心の向き合い方で全て決まります。僕もまだまだ稽古を積んでますし、これからもどんどん、鍛錬して、高みへ登っていきたいと思っています。社法派説を簡単に説明しますと、1の足踏みという段階では、左足から右足に、左足に右足をつけて、そして右足を扇状に開くと、それが足踏みなんですね。で、2の胴作りでは、この足踏みをした状態で体の土台、つまり丹田っていうんですけど、
丹田に重心をかかるように、体を作っています。まあ発射台ですね、つまり。で、3の湯構えは左手で弓を持って、で、矢をこうかけていくんですけども、このかける状態が湯構えと言います。で、4番目の打ち起こしでは、この弓に矢をかけたこの動作から的を見て、そしてゆっくり、そしてゆっくりこうすくい上げるように起こすんですね。で、この段階が打ち起こしです。で、5の引き分け。この引き分けっていうのは、この打ち起こしの段階からこう弓を引いていくんですね。で、この弓を引いて、そしてこう、ここまで引くことが引き分けで、この6段階目の回っていうのはこの段階ですね。一番その弓を遠くまで飛ばせるっていう、もう目いっぱい引くとき。で、そして弓をこうバーンって離すわけですけど、そうするともうほんとまっすぐに飛んでいくんですね。で、それが離れ、この段階が7段階目の離れ。そして弓を、もう矢を撃ったんで、こう弓を倒すことを湯倒しって言うんですけど、湯倒しして、で、視線も戻して、そして足を閉じてっていう、その動作なんですね。この8段階を斜方八節と言って、まあ弓道の全てがここに集約されてるわけですね。で、僕がその、まあ現在剣道、まあ余談ですけれども、その剣道とその弓道を、まあ、似てるなと思ったところがあって、これをシェアしたいと思います。で、剣道もやはり下半身が重要なんですよね。本当その下半身をこう第一に根ざすといいますか、まあ丹田ですね。まあこういうふうになったとして、こう丹田に気を充実させるという。で、この弓道もやはりその足踏みからやっぱりその気を充実させるっていうことがすごいメインになってきますんで、剣道の先生に教えていただいた言葉がありまして、それが上虚下実という言葉なんですね。で、上虚下実って何ですかって言いますと、その上虚っていうのは上が虚なんですね。で、下が実っていうことなんです。まあ、つまり下半身にかなりグッとこう大地に根をつかせるように気合を充実させて、上半身は本当にリラックスしてるんですね。このバランス、このやっぱりこのリラックスと、まあ、うまく力を入れるっていう、このバランスが、まあ、剣道にはかなり重要で、まあ、その状態をキープして動く動作、上虚下実を実践して、どんどん稽古を積んでいくと、もう本当に自然と、もうリラックスした状態からパーンって技が繰り出すことができるんですね。で、僕も弓道はやっぱそこに近いなと思いました。で、僕の知る限り、剣道と弓道どっちもやってますっていう人って、まあ見たことない、会ったことないんですよね。まあ、なので、まあ僕はその剣道と弓道を、弓道というその、剣道と弓道という2つの道を同時進行で歩んで、で、そのお互いのいいところをうまく、その人生に応用したいと思っています。弓道はまだ始めたばかりなので、これからも、真面目に鍛錬を積んで、そして先生方のご指導のもと、いろいろとその学んで、で精進していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。